感じ。シングルのベッドが2つ。そして前にはテレビがあります。横にはコンパクトな机があります。荷物置き場がないのでベッドの下に入れる方式です。外の景色はこんな感じです。隣のビルから丸見え。でもここの横にあるボタンを押すと自動でカーテンが降りてきます。はい、これで完璧。
います。乗客の皆様、本日は弊社ツアーをご利用いただき誠にありがとうございます。かつて私の祖父はこの路面電車の運転手をしておりました。1904年7月30日当時の公共事業部長ジョーンズ氏が香港トラムウェイの1階建て車両26台が運行を開始したと発表しました。このトラム電車に乗りながら香港の歴史についてご紹介します。正月でありました。よく呼ばれていました。このエリアはセントラビアワンチャンに比べ豪華なアーチ型の天井や伝統的な演出の
1階建てトラムの車体のパーツはイギリスで製造され、香港に運ばれた後、ここ香港で組み立てられました。トラムがオープントップとなっており、ベンチシートが設けられました。その後、1925年には乗り物として世界中に知られております。世界で最も大型の2階建てトラムとなっており、香港島内最後の。こちら今回のルートの説明です。イヤホンもついています。本来であればここにイヤホンをつけてそれぞれの言語を聞くんですが、今回は貸し切りなので全部日本語にしてくれてます。ティーポットにお湯を注いでもらいたい場合は、ポットの蓋を外し取っ手に立てかけておきましょう。
様、本日は当ツアーにご参加いただきまして本当にありがとうございました。コロナによる市内観光はお申しいただけましたでしょうか。精彩精选，我哋由盛嘅精彩生活最好答案，多一步已无伤。
この紅茶。Oh, yeah, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.